皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はこちら H&Y から出ているレボリングブラックミストフィルターを紹介したいと思います。はい、ということで今回は H&Y から出たこのブラックミストフィルターになるんですけれども、H&Y というと実は言うと僕のチャンネルでは何回か紹介をさせていただいて、実際に今僕自身が風景を撮る中でメインで使っているフィルターになります。で、まあこういった感じのレボリングっていうねシステムでいろんな径のフィルターに取り付けられたりだとか、あとはまあマグネット式で取り付けられる CPL ND フィルターとかっていうのでね、すごく特徴的なフィルターのシステムになるんですけれども、すごく気に入ってね今現在使っています。最近ちょこちょこコメントいただいたりとか質問いただいたりすることもあるんですけれども、またねご興味のある方はこのシステムの動画も作っていますので概要欄の方をご確認ください。で、今回はそんな H&Y から出た新しいフィルターになるんですけれども、ブラックミストフィルターっていうね、特殊なフィルターになります。もうブラックミストっていうフィルターは 2,3 年前ぐらいからですかね、結構話題になっていて、知ってる人も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、今回はこのフィルターの特徴をですね簡単に紹介して、僕自身は風景を、メインで撮るので、その風景の中で写真を撮るときにこのフィルターがどういった、効果を、発揮してくれるのかっていうのをね実際に作例を見ながら紹介していこうというふうに思います。ということで、このフィルターに興味のある方はぜひ最後までご覧ください。はい、ということで早速こちらブラックミストフィルターの特徴を簡単に説明しようかなっていうふうに思います。で、このブラックミストフィルターっていうのはどういうことをしてくれるフィルターかといったところなんですが、効果から言うとハイライトとシャドウのコントラストを弱めてくれてソフトな、見た目にしてくれるっていうね、そういった効果があるフィルターになります。あとはこういった光ですかね、こういった光の光源、太陽とか街灯とかそうなんですけれども、そういったものに、このフィルターをね、レンズのところからかぶせてやると、もう少しふわっとした感じの幻想的でノスタルジックな感じのテイストにしてくれるよっていう、フィルターになります。で、なんでそういった感じになるのかといったところなんですけれども、このねフィルター透明になってるんですが、よくよく見るとねすっごい細かい粒子が練り込まれているんですよね。このぐらい近くで見ないとわかんないんですけれども、その細かい粒子が中に練り込まれているんですが、それが光を拡散することによって独特なふわっとしたテイストにしてくれるっていうね、そういった作りになっています。そしてこのフィルターとちょっと似たような効果を発揮してくれるのがソフトフィルターっていうふうにね呼ばれるものがあります。そのソフトフィルターっていうのは、同じようにふわっとした感じにはしてくれるんですけれども、ちょっとこう被写体のエッジの部分ですかね、なんかこうシャープネスが失われてしまうような、そういった特徴、デメリットっていうわけではないんですけれども、そういったね特徴があります。一方でこのブラックミストっていうのはですね、そういったシャープネスを維持してくれながらふわっとしてくれるような、そういったねどっちもいいとこ取りっていうようなねことを可能にしてくれるフィルターになります。で、今僕が使っているのがこれ4分の1っていうね数字が書いてあるんですけれども、このブラックミストにも ND フィルターの濃度のように、4分の1、その他に2分の1、8分の1っていうね、3種類の、濃度っていうものがね存在しています。ただ今現在 H&Y で出ているのは4分の1ですね。この秋に、その残りの2分の1と8分の1は出るみたいな、記載がねあったりはするんですけれども、もしかしたらこの動画を公開するときには詳細が出てるかもしれないんですが、今のところ4分の1だけになります。そんな感じでこのブラックミストにも一応濃度というものがね存在しています。で、ちょっとね実際にこれ使ってみると、この空間でちょっとね試したいと思います。ちょっと後ほど作例とかも出すんですけれども、手っ取り早くどんな効果があるのかね、ちょっとここのところのレンズにつけてみようと思います。こんな感じですね。はい、今このライトがとかね、あとこの辺りの雰囲気がふわってなっているのが分かると思うんですけれども、これがブラックミストの効果になります。ちょっとねまた撮ってみます。はい、こんな感じですね。こんな感じで光が割とクリアに見えてると思うんですよね。ただこれをつけるとこんな感じですね。なんとなくこの光源の明かりの中心のところがふわっとして、その辺りのところもふんわりしているようなのがね、わかるかと思うんですけれども、これがブラックミストの効果になります。そしてもともとこのブラックミストフィルターっていうのは映像業界で主に使われていたものになります。
ちょっと作例をですね、準備したのでご覧いただきたいんですけれども、温泉街でジンバルにカメラを載せて今撮っています。こんな感じで普通だと光がクリアな感じに見えていると思うんですけれども、このブラックミストをつけるとご覧の通り街灯がですねちょっとこうふわっとした感じで、かつ全体的にこうふんわりとした幻想的な雰囲気になっているのがわかります。あと建物を下から上に眺めているようなところで、まあ、光の状態をちょっと見ていただきたいんですけれども、何もないと結構クリアな感じになっているんですが、このブラックミストをつけるとふんわりとした感じで、ちょっとねノスタルジックな感じに仕上がっているのがわかりますっていう感じで、まあ短めな作例にはなったんですけれども、もともとね映像の中でよく使われていたフィルターになります。ただ、最近はですね割とポートレートとか風景写真とか、まあ、静止画の中でこのフィルターを使って、見ると非常に面白い表現ができるというのでね注目されているんですけれども、今回はねちょっとまたこの後に作例をねいくつか準備していますので、実際に見ていただきたいかなというふうに思います。でもう一つ、特徴としてね、これ形に注目していただきたいんですけれども、この動きですね、もう僕のチャンネル見て、くださった方は多分何のことかわかると思うんですけれども、このレボリングっていうね名前になるんですよね、このシステムが。でこのレボリングってすごい画期的でですね、普通にフィルターをいろんなレンズに使おうと思ったらステップアップリングって必要になるんですけれども、それが不要で、この回転によってこのレンズ径を変えることができるんですよね、自由自在に。なので持っているレンズ、まあ、今回はですねこれ何ミリかな、ここにね書いてあるんですけれども、67から82ミリの間でこのレンズ径を調整することができるので、その範囲にあるレンズであればね使うことができます。今回ちょっと僕が持っているこちらニコンの2470にねつけてみるとこんな感じですね、これでつけることができます。あとは他のレンズ径にもですね、この範囲内であれば簡単に付け替えることができるっていうねシステムになります。ということで、この1個のフィルターのシステムでいろんなタイプのレンズにね付けることができるっていうね、すごい画期的なシステムになっています。はい、ということで今ちょっとねダーッと紹介したんですけれども、これがね今回 H&Y から出ているレボリングブラックミストフィルターになります。じゃあここからは実際に僕が撮った、まあ、作例ですねをちょっと紹介していこうかなというふうに思います。
はい、ということで作例をいくつかご覧いただいたんですけれども、なんとなくこのフィルターを使うと風景写真のシーンではこんな感じになるんだっていうのがですね、お分かりいただけたかと思います。まあ見ていてね、思った方もねいらっしゃると思うんですけれども、こういったふんわりとしたテイストって、例えばフォトショップで、まあちょっとオートン効果をかけたりだとか、ルミナとかニックコレクションとかのグローを使ったりだとか、まあそういったことをして同じような効果をね足すこともできるんですけれども、まあそういった後処理で簡単にはできるんだけど、やっぱりこれフィルターをですね現場で使ってその写真を作るっていうことがねすごく楽しい部分だと思いますので、まあ、このフィルターに関わらずハーフ ND とかもそうなんですけれども、後処理でいくらでも合成してできるんですけど、現場で写真を作るっていうところ、そこがねすごくフィルターの使うあのところの楽しみでもありますので、そういったことを味わうためにもね、こういうフィルターを持っているといいかなっていうふうに思います。実際にこれをつけて周り見渡しているからこそ発見できるようなねカットとかもありますので、そういったところではねやっぱこういったアナログというかね、後処理で何でもできるやっていうんじゃなくて、こういったアナログのツールを持ちながら、実際にね辺りを見渡していくっていうのもねすごく楽しい、ことになるかなっていうふうに思います。まあ本当に光が存在しているところであればもうとにかく楽しいフィルターだったので、そこはね僕もねすごく使っていてね楽しかった、フィルターになります。はい、ということで今回は H&Y から出ているレボリングブラックミストフィルターを紹介させていただきましたけれども、まあ、ぜひご興味のある方は概要欄にリンクを貼ってありますのでご確認いただければというふうに思います。あとは最初にご案内したこの僕がメインで使っているこのフィルターシステムもですねおすすめですので、また概要欄にリンクを貼ってありますのでご確認いただければというふうに思います。ということで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。